ミミィのいっぱいおごってよ。始まりました、ミミィのパイおごということで始まりましたよ。今回のゲストは宮川恵里さんです。よろしくお願いします。かわいいわ。もう何その着物。よかったですね。本当に来てよかったですね。生まれてきてよかった。いやなんかエリちゃん、はい、いい匂いするわ。そうですか。お大人の匂いがさ、気を確かに。大丈夫。気を確かに。いやいやいや、何今日その綺麗な着物はどうしたの？これはねちょっと映画に合わせて今回は和装でちょっと張り切ってるんですよ。これは女の子、男の子？男の子です。ホエヤマと申します。ホエヤマさん。はい、なんかシュールな名前ですね。よろしくお願いします。初めてじゃない？ホエヤマくんいじってもらったの。はい、ね、初めてです。ミミィはよく会うけど、はい、初めて会ったんで。ちゃんと挨拶しないよ、もうせっかくだからさ、はい、せっかく初めて女性のゲストが来てくれたんだからさ、はい、そうなんだ。はい、ホエヤマと申します。お棒読みなんだよ。汗いっぱいかいてます。恥ずかしいです。いや、大山くんせっかくだからもうちょっとあれじゃない、エリちゃんと話した方がいいんじゃない？ミミィ先輩が、はい、エリちゃんは俺のことが好きだ好きだと自慢してくるんですが、いやそうなの、それは本当でしょうか？手ぬぐいあげたじゃん。あ、そしたらその手ぬぐいをなんかこう化粧前に引いてくれてるっていう噂聞いたんだけど、あれね、本当もらったタイミングがちょうどよくて、舞台の時手ぬぐいないなと思って、あ、本当に助かりました。ありがとうございます。なんか今の言い方だとそんなに好きじゃないよね。でも本当にね、和服というか、お着物綺麗。これはね、映画の中でもずっと、映画の中でもずっと和装でずっと着てます。大人だね、もう大人になったね。あれ、いつから知り合いだっけ？結構知ってるよ。本当？そう、だってミミィはあれだ、福山とビギンと同期だから、もうずっと昔から見てる。私も14年ぐらい見ずにいるけど、ここ5年ぐらいでなんか、うん、ここ5年、現れた新星のような感じで。言うな、そういうことを言うな。ここ5年ぐらいからちょっとこう徐々にアピールし始めただけであって、潜伏してたの。潜伏期間長い、ね、そうそうそう、潜伏期間長いよ、ね、下積みが長いんだこっちは。あ、そっか、いいことだ。そうそうそう。まあ着物ということもあれだけど、なんかあれね、結構大人の趣味が多いというか、日本酒も好きとか。あ、そうなんですよ、うん、よくぞ聞いてくれましたね。どうなの、日本酒好きっていうか、お酒飲むことは結構趣味としてずっとあって、うんうん、でなんかちゃんとした趣味が欲しいと思って、うん、日本酒の利き酒っていうのをパッて 見た時にはこれだと思って、うんうん、ただののんべえじゃなくて本気ののんべえだろう。え、ちょっと待って、ただののんべえじゃない本気ののんべえの違いって、それやっぱりなんかただただお酒好きなんですよ、うん、ああお酒好きなんですねって終わるじゃないですか、うんうんうん、お酒好きなんですよ、実は利き酒師、うんうん、そんな本気で日本酒をたしなんでるのみたいなとこからこういろんな輪が広がって、うんうんうん、一人で飲みに行くのも好きなんで、うんうん、どんどんこう飲みの仲間が増えて、なるほどね、最近はお芝居の話よりお酒の話ばっかしてます。おーかっこいい。どんな男性とお酒飲んだりするの？男性とお酒飲んだりするの？でも、うん、その常連さんとかと飲むのが好きなんで、うんうん、結構その場に居合わせたおじさまとか、お酒好きの人とずっと喋ってますね、はあ、とか店員さんとか、はあ、大人だね、飲み方がね。結構なんか、はい、お酒の話だけで家盛り上がれる人を見つけてはずっとお酒の話をしてます。すごい。プライベートはなんかたまに嘘ついたりして、あ、アパレルやってますとか、主婦ですとか嘘ついたりとかして飲んで。あ、なるほどね。もう女優って言っちゃうとその話になっちゃうから。そうなんですよ。お酒の話をしたいからこそ。そう、したいから隠して。なるほどね。なんか俺初めて言うかもしれないんだけどさ、実はミミィさ、はい、うん、ビール検定3級持ってるんだよ。そうすごい、これちゃんとした資格だから、ビール検定3級持ってる。すごい、何級まであるんですか？1級まである。わー、やっぱりお酒好き同士として、ね、うん、なんで誘ってくんないの？あー、そっか、それ今初めて聞いたんで、うん、え、何、資格を持ってないの？男とは飲めないみたいなこと？え、飲みに行
けるんですか？いけるいける全然大丈夫だって。いやいやちょっと待ってこの企画自体がミミィの一杯おごってよっていう企画だから。そうかそうかそうそうそうおごっていただいてるんですよ。そっかそっか、そうそうそう、そうなんだから声がそんなガスガスなんですねそうもう想像以上にちょっとおじさんの声で、私もうちょっと可愛い声おじさんの声いやいや違う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 、ダンディズムでしょこれは。意外だったわ、なんかミミィとか可愛い名前だからみんなびっくりすると思う。そうそう、でもちゃんとあれで着ボイスとかもねあるんだよ、はい、誰がみんな結構それはとダウンロードされてるんですか？もういじめるな、そんなこと大人だね、本当に趣味が。いやいや、そんな大人というかおじさんというかね、ちょっとほどほどにしないと。これもう世の中のエリちゃんファンは意外と知らないんじゃない、そういう。あ、そうですね、おじさんな趣味というか、おじさんな趣味、うん、失礼だな、おじさんな趣味。え、ってことミミィ先輩ね、うん、よかったですね、おじさんですから。そうそう、俺と会うじゃん。イエーイ、イエーイ、ウエーイ、なんか、え、こういう流れで付き合ったりとかしないの？じゃあ、どこにデート連れてってくれるんですか？それは、あれ、稲葉に連れてくる。稲葉？稲葉の白ウサギだから、稲葉に連れてくる。何、稲葉って？深くは聞くなすいません、追求したくなっちゃう。なるほどね、性格的にね。そう、なんとなくってできない、あんまり。え、なんか、えんちゃん、やだ。え、うさぎじゃやだでも私うさぎ年だから、全然一緒一緒。うえーありますよ、これ可能性ありますよ。可能性あるね。ありますね。うえー先輩の時代が来ましたね。いや来たわ、初の女性ゲストでこんな扱いしていただけるなんて嬉しい。よかったですね、いやもう本当に。逆にどんな男性が好きなの？なんだろうな、でもやっぱ自分よりちゃんとこうディスカッションできる人、なんだろう、意思をちゃんと持ってる人、なんか頑張ってることがあって、例えば私とこう喋ってても、結構私普段関西弁とかでバババって言っちゃうんで、なんかごめんみたいな、あんまならない人がいる。じゃあ装飾系なんて絶対ダメです。絶対ダメ、もうダメだ、絶対ダメです。ライオンみたいな男がいいんだ。ライオンみたいな、ライオン男らしい人がいいかな。こちらの映画、どんな映画になっておりますか？瀬戸内寂聴さんの原作で、女性のいろんな性愛とかそういうものを描いた大人な作品にはなってますけど、こう男と女の女性であることのもどかしさとか、そういうものが描かれていまして、覗いちゃいけない深淵を覗いてしまうっていう、そういうこの園子という人物の10年を描いた映画でして、とても見応えはあるかなと思います。素晴らしい宣伝の仕方がいいできてるかな。映画家臣、8月6日全国公開になります。ぜひ劇場で見てください。待ってます。もしかしてもう終わり？はい、もう終わりの時間となってしまいました。この後一緒に飲みに行きたい。そう、ぜひぜひ。え、いけるの？ぜひぜひ、ミミィが大丈夫なら。よかったですね。